皆さん、こんにちは。いつもワンポイントレッスンを見ていただいてありがとうございます。今回もワンポイントレッスンの、冊子の部分の補足を、動画でさせていただきたいと思います。今回は、音の中心、そして音色、音程についての、動画を撮りたいと思います。楽譜を見ていただいているとわかると思うんですが、その練習をやってみます。まず、音の中心というのはどこにあるか、斜め下と文章には記載していますが、具体的にどこに狙ったらいいかってやっぱりわからないと思うんですね。で、私が実践しているのは、大体この楽器、これはホルンという楽器ですけども、ホルンという楽器のこのマウスパイプ、マウスピースが刺さってチューニング管までのこの位置をマウスパイプと言いますが、このマウスパイプのこの位置です。この一番下の部分に向かって息を流し込むというような風にしてですね、音を整えています。それが大体アマチュアさん、学生なんかだと音が上に、息が上に入ってしまうことが多いと思います。こんな感じになってるんじゃないかなと思います。まあ、聞いていただくと、この音程というのは少し高く感じますね。そして、音色自体も、不安定に私には聞こえます。そして、これをどうやって整えていくかっていうと、それが息の方向性なんです。やってみたいと思います。まず皆さんが吹いているだろう位置。ここから息の方向性をこのマウスパイプの一番下の方にしてみたいと思います。こうすると音程が下がると同時に音が空間いっぱいに響く感じが得られると思います。ここのマウスパイプの位置っていうのをよく覚えておいてください。そして譜面の練習をやってみます。これは楽譜上はすごく簡単なんですが、とても難しい練習です。多分皆さんが一番最初にやってみるとあまりいい練習にならないと思います。一番の目的としては音の中心を捉えることです。音がバンと響くようなところを探して練習してみてください。多分一番最初にやると、のように、音程が変わってしまうと思います。これが実は音の中心を捉えられていない人の特徴です。音の中心を捉えると、じゃあどうなっていくかというと、まず絶対に音程は息を足したところで変わりません。このように息をスイングさせる。まるで円を描くかのように息を出してみてください。そうすると、大体の人は音程がアーンアーンアーンと変わってしまうんですが、音の中心を捉えているとその音程の変わりっていうのが格段になくなります。これをまず練習してみてください。とても難しい練習ですが、これを少し簡単にする方法をご紹介します。それは F 管で吹くということです。米管の0で米の音を出すと、米管という管を経由するんですが、F 管の1番を使うことで、少し鳴りやすくなるはずです。前回の動画でもご紹介した息の圧力、口の中の大きさをしっかりと変えていただきたいです。このように感じです。これを横に引くのではなくて縦に顎を動かして圧力を下げながら息を入れるというのがコツです。そして楽譜の一番最後の方になりますが、音を変えるのはさらに難易度が高いはずです。そしてこれをピアノでバンとなったところに対して息を入れていきます。このように音程、音色を整えるということがホルンの実力の8割を占めてきます。ぜひこの練習を普段の練習に組み込んでやってみてください。そして、音程の話が出たので、右手のことまでやってしまいたいと思います。右手は、このベルのリング。このベルカットですと、ここのリングがありますが、ここに人差し指の第一関節、そして第二関節、この間ぐらいを当てます。
大体目視するとわかると思います。そこから右手をこのように広げていただいて、この形は何でもいいです。チョキでもパーでもグーでも何でも構いません。まあグーはあんまり良くないと思うんですが、まずまっすぐにしていただいて、一番理想的なのは沿わすことですね。ベルに沿わす。そして手の甲は必ず楽器につけてください。その手の甲を楽器につけるというと、こういう構え方になる方がいます。これはあまり良くないと思います。なぜならば力が入るからです。一番力が入らない人間の自然な形というのは、手をブランと下に下ろして、そこから上げる、この形なんです。こういう風にするのは、肘も上がりますし、すごく力が入ります。なので、普通に上げていただいて、手の甲を楽器につける。そして、構える。そうすると、理想的な、音程が整う、右手の位置になるはずです。これが、例えば右手の形、説明しますけども、まっすぐあったら音が硬く。ちょっと柔らかくしたら音は柔らかくなります。そして水をすくうような形、このように下に、入れる場合っていうのはもっと柔らかくなります。この3種類を覚えていただければ音色のことは全てクリアできるはずです。僕が一番重要視しているのは右手の入れる位置です。この位置、ここが、中に入りすぎると音程は音程は高くなりますし、音色も暗くなります。そして抜けば抜くほど音程は低くなるかと思いきや、これも高くなってしまうんですね。なのでその絶妙な位置っていうところがこのベルのリングになります。そしてベルカットではない楽器の方というのは、ここに本体とベルをつなぐ金具、ここにこういうのが必ずあるはずです。これの一番ベル側、ここに人差し指の第一関節か第二関節、このあたりを合わせてください。古典物を吹く場合は、モーツァルト、ハイドンなんかですね。それを第二関節まで入れていいでしょう。もっと派手な曲、吹奏楽ですとか、オーケストラで言うとマーラーとかですね。そういう大きな、音が必要な場合っていうのは、第一関節にしてみてください。音程はさほど変わりませんが、音色が変わるのを体感できるでしょう。ぜひ、この右手の位置と息の方向性で、音色を、整えて、ホルン無双モードに突入してみてください。